ムさんのオールナイトロッカンサはい、インディーズバンドロムさんのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで、はい、ロムさんのオールナイト関西第13回目。この人ネムネムなんですけど。そうなんですよ、ちょっと一瞬ボーってしましたね。昼ご飯食べてまた大阪でね撮ってるんですけど、なんかねここのねまたあの丸ビルのとこで撮っとんですけどね。そう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 、なんかね撮るたんびにね毎回毎回ジャジャぶりなんですよ。ダメですよね。ごっつい雨降ってますね今日ね。雨の気圧のせいで眠たいっちゅうのもあるんじゃん。あで、美味しいもん食べてお腹いっぱいになって、うん、低血圧ですので、コーヒー飲んでってなって、でプラスね今日ねここ来る前に献血してきたんですよ。それはあると思います。血作らんの血、そう血をねちょっとね抜いてきてしまいましたのでね、ちょっと頑張っておきます。俺献血したことないねんけどな。全然いける思いますよ。まあいけるやろな、うん、腐った血でよければ全然あの、いやもうこう血は腐りません。緑かもしれないんで俺ビーで出たら。ちゃんと赤いから大丈夫。今ねあの緊急事態宣言が出ると極端にね献血量って減るんですよね。皆さん出ないんで、なんでもう常全部の血液型非常に困ってますみたいな状況なんで、うんうんうん、まあ私ねちょこちょこ撮影出てくるんで献血の時期が来たらもう極力行くようにはしてるんですよ。ただね、いつも不思議なことに B 型は不足してないことの方が多いんですよ、ね、何やろ、 B 型多いんかな。なんかね、B 型ね、これまたなんかこう非科学的って言われるかもしれないですけど、うんうん、性格的になんかこう血を分けたくなる性格があるらしい。それはせやろ。なんかあの社会貢献したいっていうなんか性格があるらしいですよ。あ、まあでもそうか、ランさんがそれするぐらいやもんな。うん、わかんないですけど、あランさんあんまり社会貢献っていう感じではなかったけどな。なんか献血だけまめにやってんもんな。そうでもね不思議とね、うん、献血者の割合で B 型が一番多いんですよ。うん、で意外と日本人って A 型の割合かなり多いんですけど、うん、でも B 型が一番多いんですよ献血。 A 型も針刺されるのが嫌。まあ、神経質さんが多いから ね、 もうね針刺されるのが嫌、ね、だからもう私の血液はちゃんと使われているんだろうかと思いながらも今日はねあの結晶を抜いてきました。もうだからちょっとね眠たいんです。貧血って そんな眠たくなるもんな。俺貧血っていうその症状を知らないからさ自分が。あ、結構ね体力使うんですよ血を抜くと。だって抜いた分作らなあかんので、はあはあはあ、人間の体って、はあはあ、だから結局なんかその抜いた後ってかなりしんどいんで、もう運動もするな、酒も飲むな、はあはあはあ、じっとしとけ、安静しとけみたいな感じのところがあるので、あの今日は別にねその成分献血って言って血液の中のこの成分だけもらえますっていう献血をしてきたんで、そこまで体に負担はないんですよ、うん、ただ全血を取ると血を丸ごと抜いていくん で、うん、で私体重50キロ以上あるので 400cc 取れるんですよ。はは 400cc 取った後めっちゃしんどいですよ。これでこれ500ぐらいか、まあ、これのちょっと少ない版を一気に取るので15分ぐらいで。これ何ミリ動画で見えなってる、ちょ見ましょうか私が、はい、500ミリリットルです。あって言ったらほんだらこのぐらいの量血とんの15分でこんなとんの取ります。ほんで結構体格のいい男性とかだったらもうちょっと多めに取らせてもらっていいですかみたいなあのお願いをされることはあるみたいなので、これでもあそうもうちょっと少なめにして負担を減らしつつって取れないんか、人数がいないのか、人数がいないのと、人数がおったらそれは可能なのか、人数がいないのと少なめに取るじゃないですか、うん、ってなるとあの1回のその輸血で使う血液量って、うん、確か 240cc なんですよ。でそこから赤血球だけの成分を取ってっていう風になると 400cc の血液のところから、はあ、あの1人分から240取るっていう形になる。 200cc の、 あの献血のやつを使おうと思ったら2人分の血液を混ぜて作らなきゃいけないの で、 でやこしいんか、その分ちょっとリスクが上がるんですよ、いろんなこう副作用が出るっていう。すごいな、このちょうどこれ隠したこれぐらいですよね。そうですそうです、そうです。でもめっちゃ抜かれる感じありますよ。おお、チューチュー一頭はみたいな、チューチューいかれるな、チューチューいってますわみたいな、でっかい蚊に刺されたみたいな。そう、私いつもなんか刺される瞬間とかジーって見るんですよ。でめっちゃぶっとい針なんですよこれが。なんかあの普通になんだろう
ま、待ち針よりも全然太いっす。まあまあ吸わなあかんもんな。もう全然太い針をなんか刺すんで、もうすごいっすよ。刺さった瞬間ブスッと感。一回やってみようか、俺も献血。そうですよ、やってみてもらったら。 A 型でしょ。フラフラするかな、多分しないと思います。男性はそん血液量多いの で、 で女性なんでフラフラするかって言ったら、まあ、月のもんがありますので。まあまあ、まあ、そうなんですよ。まあ、あのどうしても月経感があるからな。そう、月経感がございますのでね月経感言うなっちゃう、ほぼほぼ直接的な言い方ですよ、それ。あの、つけただけみたいな飽きませんと、反感買いますよ、ちょっと女性から。でも女性は生理の時もあれって何 cc 出るの全部？あれ大体 200cc って言われてます。全部で？全部で。あ、なんか少ないんや。 200cc をダラダラ1週間かけて出す人もいれば、はあはあはあ、でも元々の出る量が少ない人は、はあ、あのもそれ以下になるんですけど、平均して 200cc ぐらいの出血はあるっていうふうに言われてるんですよ。まあ、あれでも結構その貧血状態になるとかって聞くもんな。あ、そうです。無料ひどい人とかだったらもうなんか顔真っ白みたいな人とかいてるんで、だからまあまあまあ、ね、だからもうその前後ぐらいは、前後っていうか5ぐらいはちょっと避けてはいつも言ってるんですけど、一応私ね、あの、まあ、体も大きいし、一応メスもメスであるっていうのもあるしね。まあまあね、はい何の話はもうなんでね、あの、まあ、別に私針刺されるのなんとも思ってない人なんで、もう血管だけはぶっといんで、いつもあのどっちの腕しますかって言ったら、どっちもいけますって見せたら、うん、迷うな、どれ行こうかなって言われるんであの、どれでもどうぞみたいな感じで、まあ痛いっすわ。まあでもまめにやってるもんな、献血は。まめにやってますね。なんか誰かの役に立てればとは思うので、まあ実際にそういう現場で働いてて、意外と輸血って、うん、まあすごい頻度で使うわけですよ。あ、もう手術のたんびにあのこの成分よく使うとか、やっぱりこう状態が悪い人とかになると、誰か の、 あの血球成分もらわないと全身状態を維持できないっていう人が結構いらっしゃるので、やっぱ献血ってか、でも大事だなって思います。血がさ、人工的に作られたらすっごいノーベル賞もんよね。そう、ほんまそれは思います。あの赤血球とかなんかその辺の、うんうん、血液が人工的に作れたらものすごい発明やと思うわ。そう、だからやっぱりこう怪我した、手術した以外でも、やっぱりがんの人とかで輸血が必要っていう人も中にはいてるので、がんはね、がんは確かにその体がね、破壊されていく病気なんで、あちこち出血していくから。そうなんですよね、末期とかもすごいもんな。結構輸血ってよく使われる、まあ針が怖いっていう人は無理にはとは言わないんですけど、うん、まあ、できる限りでご協力いただけたらなっていうふうには思いますね。本当に献血か、俺血 の、 あの血液検査の時に抜いたぐらいしか知らんからな。あ、でも意外と男性が献血すると体調子良くなるっていう人いてますよ、中には。あ、悪いも抜けるから、悪いも抜けるから、まあ、いわゆるなんか射血いうのを昔なんかこう健康法でやってた時代もあったぐらいなんで、男性って月のもんがないんで、ないないない、ずっと同じ血液をこうやりくりしてるっていう状況なんで、うん、抜いてあげると新しい血液作るっていう機会が生まれるんで、まあ、逆にちょっといらんもんが抜けますよ。肩こりの人昼乗っけたら肩治るって言うんですよ、ね、そうそうそうみたいな感じ昼のっけんのやけど、この昼に感染したら嫌やんってなるよね。まあ確かに、ね、昼のね、雑菌こっち入ったら嫌やん、ね、まあ、地味に痛いしな、なんなんやりたくないわ昼の口ってすごいからな、あれ。あ、もうあかんかん、もうそんなそんな言わんとって、怖い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 、もう昼の口なんて、うぇーすごい、でもうぇーうぇーうぇー意外と私怖がりなんだいや、でもそうだね、何の話や、献血の話や、献血の話になりますけど、でもなんかええ話やん、献血の話、なんかこのチャンネルでできるってよかったな。いや、ちょっとね、たまには真面目なこと言おうかなと思って私一応医療従事者なんでね、はい、だからまあコロナで何かこう貢献できることって言ったらそれしかないんでね、本当に。だってね、そうやな、コロナでみんな、そう、それいいかも、そのコロナ中に、うん、誰か何か貢献できることは何でやろうかというのをちょっと考えてみるのもありかもしれないですね。うん、そうですね、まあ、こうあまりこう必要以上に出歩かないというのもあるんですけど、もっとプラスアルファで医療をその、ね、うん、自分が何ができるかっていうことを、まあ、その献血もそうですけど、そういう医療系のこともまあありますし、その別のことでもまあいいと思うんで、何か自分ができるからその一個をやるみたいなのがいいかもしれないですね。結局意識的にやると意外とストレスたまらなくできるかなっていうのは思いますよね。だからこの時期に必要なんてやっぱりどうでしょうね。まあでも病んでる人多いな。多いです。なんかイライラする人多いよね。結構なんかあの過敏に
物事に反応してこう、うん、キー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 言ってる人多いじゃないですか。あのうちの弟がさあのスーパーの社員やから、うん、で勤めてんねんけど今コロナでそのマスクするせえへんでめっちゃ揉めるって言ってた。あの一応スーパーの中ではしてくださいって書いてんねんけど、うん、なんでせなあかんねんって法律にはないやないかって言ってくる人が結構いてっていうのがあって、うんうんまあ、一応もうそういうルールになっちゃってるんでって、うんうん言うんやけどもなかなかそれで警察来たりとかになることがありますっていうでもなんかそういう話もありますね。そこまでして怒らなあかんことって思いますね。だったらもうマスクしたらええんちゃいますか。でもひろゆきさんが言ってましたよ、そのスーパーでなんでマスクしたせなあかんねんっていうのに怒る人はもう正直言ってスーパーの中に入るっていうことは、そのスーパーのルールにのっとってやらなきゃいけないっていう、あの状況にあると、だから諦めてマスクをしなさいっていうふうに言ってたんですよ、まあ、確かにそうやなと思って、まあ、例えばその、まあ、スーパーがそうしてくれって言われててしーひん買ったら、だから何と一緒かしたら、じゃあラーメン屋行くのに裸で行っていいんかっていう話っていう話ですよフルチンで行ったらええんかって、ね、法律でフルチンで行ったらあかんって書いてへんやないかっていうことだそうっていうことですよ、まあ、フルチン自体があかんけど、例えばあのなんか変な格好して行くとかさ、ねとかもう 手づかみで食べるみたいなことを法律で書いてへんやないかっていうのをいやいやそ言うてるようなもんじゃない。だからマナーの問題でしょ言ったらその、ね、相手の陣地の場合はね、そうで自分の陣地とか、まあ、公共の場合はまあ一理あると思うんですよ、その公共のもんなんでどっちの言い分も聞かなあかんっていうのがあるんで、まあしゃあないかなと思うんですけど、相手の陣地相手の私有地入った場合は、まあ、まあそこの、まあ、言ったら合にいれば合に従えでしょ、なんか長の言うことを聞くべきだっていうのがあるじゃないですか、まあ、それで例えば帰ってくださいなって帰らへんかったら不退去罪になるんでね、まあ一応3回警告して帰れなかったら警察呼んでっていう、まあその弟のスーパーはそうしてるらしいですけど、だったらそれが嫌なんだったらマスクなしで OK ですよっていうところに行ってくださいっていう話になるので、でもそういうことじゃないですか。法律で書いてへんからそんなもんやったかてよろしいがない言うたら、もうそんなもんもう僕は別にあの自分がすること自体はあれなんですけど、そのしたくないっていう人の気持ちももちろんは分かるんで、ただまあその相手のその陣地行った時はまあしゃあないよねっていう、だからその自分がもし店やっててルール作っててそのルールを破って、例えば大声で喋らないでくださいとかあるじゃないですか、あの普段から迷惑やん大声なんて、まあまあ確かにね、でも大声で喋らないでくださいって言うてんのに、そのお客が来て大声で喋られたら絶対注意するでしょって、それと一緒ですよね。簡単なことなんですけどねこれってね、まあそんなことで難しい話になりましたけど、はい、オープニングでございました。はい、はい、ありがとうございます。はい、では視聴者投稿その他の投稿を読んでいこうのコーナーでございます。いきましょうということで、さあ読んでいきましょうというか、今日はちょっとね変わった投稿なんですけども、茨城県の、トリストーリーさん、はい、いつもありがとうございます。はい、はい、じゃあ行きましょう、その他の投稿です。はい、コウさん、ランさん、ノリさん、そして全世界1億人のルームさんファンの皆様、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます、はい、大多数の方々が察していると思いますが、トリストーリーの由来ですが、その前にオラが中学高校時代に、小堺一樹さんと関根勤さんの深夜ラジオ放送があってよく聞いておりました。そうです、金どこの黒子とグレコ小堺です。あ、小堺金どこって待って懐かしいな、金ちゃんどこまでやるのという番組なんですけどね、分からへん、はい、この2人が、オラの笑いの軸となっているのは間違いないです、はい、その放送では意味ねワードがたくさん、ハニワ見て見ぬふり、ふりをヘドバと旅で、鶴間さんが100万人、ペリーが裏側に100万人、キタウニング、ラビさんミステリー、あ、これ歌かこれ、ヒカルニオ、最後の3つは中森
秋名さんの北ウイングからこんなので溢れ返っていました。ちょっとこれ分かれへんわ、はい、アクシデントが起きました、その夜3時間スペシャルがあり、オラは録音するためカセットテープを用意して、待っていたのですが、時間が経っても始まる気配がないのです、不思議に思い、新聞のラジオ欄を見てもその番組、ザ・キングルグルスデン・キングルス電力180分の文字がないのです、よくよく考えたら1日早かったのです。お、なるほど、間違えた。少しぼーっとした後、明日のためにすぐ寝ました、もちろん次の日起きて録音しました。まだそのカセットテープは持っています。すごい、かなり脱線しました。話を戻します、はい、そのイミネワードの中でなぜか心に引っかかったサルマジロ、というのがあって、そのサルマジロ、まあ、アルマジロとサルを足したんですね、をいろんなところで使っていました。でも何回目かの鳥年にオラはと、サル年じゃないな、鳥だよなと思い、鳥と、探して鳥ストーリーになったわけです。ははははは、つまらないでしょうってつまらないでしょ。そんなつまらない話に貴重な時間をいただきありがとうございました。またつまらない話を投稿します。はい、ありがとうございます。これね、番組知らないんでね、僕。あー、え、サルマジロ、この辺がちょっともう暗号に見えた一瞬。なんかサルマジロっていうのを使ってたけど、いや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 、鳥、鳥年、鳥だよな、鳥年生まれなんですかね、鳥ストーリーさん。鳥年生まれやねんか、猿ではないなと思って、鳥って探して鳥ストーリーになってしまったと。なるほど。なんかサルマジロの、まあ、文字るのも鳥ストーリーね、トイストーリーの鳥ストーリーでこう文字れるからっていうことなんでしょうね。あー、なるほどね、ははー、なるほどね。まあ、でもあの皆さん前も言うたと思いますけれども、鳥さんの、あの鳥の絵文字は間違っておりませんでした。ちゃんと鳥でした。本当に鳥やった。ちゃんと鳥でした。金どこってまったね、懐かしいですね。金どこが分からへん。金どこって、金ちゃんどこまでやるのやったっけな。バラエティですか。バラエティ番組です。ほう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 。いろいろありましたね、あの頃。カックラキン大放送とか、はい、僕もその頃だから、もうめっちゃちっちゃいから、その記憶で今喋ってるんですけど、5歳とかその時ですね。カックラキン大放送、金ちゃんどこまでやるのとか、あと金ドンとかもあったんかな。金ちゃんが結構だから、はいはい、言ったら、結構当時はもう一番のスターやったんですよ、お笑いでは。はい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 、うん、へえ、まだその そんなにタモリさんとかあの辺が出る前ですから。え、ビートたけしさんも同じぐらいの時期、もう後、たけしさんの方が後です。あ、後か。もっとそれより前が、その金、だから金ちゃんってもうすごく今言ったら先輩中の先輩ですよね。一番ドンじゃないですかね、お笑いの中ではね。で、私あの同世代やと思ってました。ビートたけしさんと坂上二郎さんと金ちゃんとっていうのが、そうそうそう、あっててよかった、うん、コント55号でしたっけ。はい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 、はい、よう出てきた俺。もう、ま、うろ覚えの記憶で喋ってるから。私本当に、私の世代はなんかあのビートたけしさん一瞬かすった世代なんですよ、たけちゃんマンちょっとわかるかわからへんかぐらいの感じやったんで、そうなんだ。そう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 。だって私あの金ちゃん言ったら、あの仮装大賞のイメージしかないですもん。ああ、もうあれかなり後ですからね、もう最終ぐらいの、もう後ぐらいですから。で、あの良い子悪い子普通の子っていうのがねありまして、はいはいはい、そこで、よしお悪お普通おみたいなやってたりとか、ははメダカの兄弟が。あのそこでヒットしたんかな、メダカの兄弟が、うん、あもうあれですよね、金ちゃんの番組発祥ですよね、確かに、はい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 、あ、そうなんですね、うん、だから意外とその金ちゃんの番組でいろんなもん生み出してるはずですよね。僕もその記憶が確かその時めちゃくちゃもうチビやったんで、でもよう覚えてますね、5歳。なんとなくそのカックラキン大放送刑事ゴロンボって、あの野口五郎がコロンボの役してゴロンボってやってたりとか、カックラキン大放送、あとあれですね、ケンナオコさんとかがそこでヒットしたんですよね。ああ、
手からバラエティに行って大ヒットしたのがもうそこなんです。そうなんですね。でも直子おばあちゃんのなんたらかんたらみたいな、直子おばあちゃんあの風貌なんとか私知ってますよ。それ当時めっちゃ若いのにおばあちゃんのそのコントをやって、はい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 、そんなのねありました。そんなのちっちゃい時には見てた記憶はあるんですけども、詳細が何せ出てこない、まあ、それはね、小さい時やったんで、そう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 、でそういうのがあって、まあ、ドリフも見てたけど、うん、でも金ちゃんってもうドリフの方が後輩か。もうすげえ金ちゃんめっちゃ先駆者でやったんですね。金ちゃんってすごかったんすよ。だからへえ知らんかった。あなるほどね。まあなんかすごいうろ覚えでようこんだけ出てきたけど、よう喋りましたね。私全く知識皆無なんで教えてもらうっていう感じで今話聞いてますけれども、今で言うとダメかな、ダウンタウンみたいな感じだったんかな金ちゃんが。ああもうそのぐらいの位置、もう何しか金ちゃんやったんですよお笑いという。はい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 。でそれがどんどんそのたけしさんが出てきたりとか、出てきて2ビート出てきて、でそこから漫才ブームが始まってみたいなんで、いろんな商品が出てきたんですけど、ね、ダウンタウンやら何やらが出てきてね、うん、今となってはもうなんかいろんな人出すぎて、誰やろみたいな感じとかありますけど、ドリフかな。でドリフがあってたけしさんがあって、ドリフももっとだいぶ古いですからね、はい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 、金ちゃんドリフでたけしさんがあって、うんうんうん、で、 あのでそっから3番なんか関西人が入るようになったんですよ。はい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 、はい、関西人が入りだして、はい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 、関西人がその東京で出だしたのがこうやっぱもうさんまさんきっかけが多いでしょ。なるほどね、うん、でダウンタウンとかがこう、ね、出てきたりとかする。当時関東のあれっても関東人しか出てなかったことが多かったですからね。関西弁はあんまりテレビで聞くことがなかったかな。あなるほどね、うん、あれって俺たちひょうきん族以降じゃないかな、よくよく関西弁を聞くようになったのは。そんな時代でしたね。だいぶそれましたけど、トリストーリーさんの、はい、でもトリストーリーさんは鳥だったということでね、はい、ちゃんと鳥です。唐揚げが好きな発声の大元が猿マジロから来てるっていうのはびっくりしました。全然ちゃうやんみたいなあの関根勤さんと、そう小坂井和樹さんね、あのその時代もね僕見てないですからね。私知らないですわ。カマキリとかやってた時でしょ、うんうん、その時代も僕もほぼ記憶にない。も私もこあの小坂井さん言ったらもうあのご機嫌ようのイメージしかない僕はもうどっちかというとその笑いとかテレビをゆっくり見てたひょうきん族ぐらいからなんで、はい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 、そっからぐらいしか、ドリフの後半とひょうきん族ぐらいしかもう分かんないですね。それ以前のやつがもう全く分かんないですね。世代がね、世代がもうちょっと違うんでねここでも1世代違いますもんね。あここはだいぶ10違うとだいぶ違いますから ね、だってひょうきん族は見てないでしょ、ね、見てないです私、うん、え大丈夫だは知ってる、志村けんの大丈夫だ見てました。大丈夫だ、チキ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 チルーレットでこうそうあれ見てたら母親は速攻でチャンネル変えてましたこんな下品な番組見るなと。下品な見た、ドリフ見てるだけでも怒られましたもん私。再放送のドリフもあれいろいろあったんですよね。なんかこう食べ物を粗末にするなとか、あのやーやー言う人がおったんですよ。そうそうそう、なんかそれで問題になったりとか、あとバカ殿さんも見てたら怒られました、うんうん、もうこんな見たらあかん言われて、ドリフ見たらあかんって言ったらもうひょうきん族なんかもうえげつなかったもんなもう私だから全然知らないですよひょうきん族大丈夫だとで加藤ちゃんけんちゃんご機嫌テレビとかでもやってたよね。あそうなるんですか、うん、へえ。加藤ちゃんけんちゃんご機嫌テレビの後に大丈夫だやったかな。あちょっとなんか順番を忘れたけど、はい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 、なんかその加藤さんと志村さんが2人でやってるご機嫌テレビっていうのがあったんですよ。内容ほぼ忘れたけど大丈夫ではちょこちょこね、あの石野陽子さんがよく出ててとかいうのは覚えてるんですけど、大丈夫だなんかうっすら記憶あります私、うんうんうん、ほんまに知ってますけどもね。いやでもだから私ちゃんと覚えてるお笑いの番組がめちゃくちゃ後になるんですけど、笑う犬の冒険って知ってます？知らん。うっちゃんなんちゃんがあのメインで出てるコント番組なんですけど、うんうん、あそこで葉っぱ大言うて、うん、葉っぱのパンツ履いて、うん、まああのパンツ一丁でやった、はいはい、やったいうやつとか、はいはいはい、なんかあの牛の格好ってかなんかこうで牛にデフォルメした内村さんが、うんうん、あのミル姉さん言うてひたすらなんかこう映画の紹介するんですけど、なんか喋り方がすげえ癖あるんですよ。メロンのやったっすみたいな感じのあれのイメージがすごい私、うん、
なんか印象として残ってるんで、うっちゃんなんちゃんをまともに見てないな、よう考えたら。ああ、私うっちゃんなんちゃん結構見てました。あのバラエティで売りなりっていうので、うん、あったね、なんか社交ダンス部見たりとか、なんかトンネルズのネルトン、ベニクジラ団ぐらいは見てたけど、そもそも当時そんなお笑い見てなくて、トンネルズのネルトンぐらいは見てたけど、そこまでねあんまり詳しくないんですよね、お笑い系って。私もそこまで一生懸命見てたかって言ったら、バラエティ番組見たら親に怒られとったんで隠れて見とったんですよ、ずっと。こんなもんなんか頭悪くなるみたいなこと言われとったんでね。親が見てるもんしか見てないですからね、親がつけてるやつそのまま見たりするんで。でもなんか夏場になったら基本的に阪神 の、 いやあの野球中継ばっかり見てるみたいな感じやったんで。うち関西人やねんけど、親も関西人やねんけど、はい、なぜか巨人ファンやねん。いやもうなんかね、意外と多いんすよ、多いよね、関西人やけどジャイアンツファンっていう人ね。僕はね野球はあんま別に好きじゃないんであのそんなにどこのファンとかないんですよ、はい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 、ただあの選手単品でこの人すごいねっていうのは思うけど、そのどチームのファンっていうのはあんまなくて。私なんかもう生まれた時からも父親がも阪神ファンなんで、ずーっと阪神戦ばっかり見るんですよ。なんかペナントレースがもう開幕したと同時にもう6時から9時まではもう野球の時間みたいな感じで、まああの阪神激弱の時代ずっと見てきたんで、もう新庄選手がね明日も勝つと言うたら14連敗するとかそんな見てきたんで弱ーみたいな。だからまあまあ、新庄時代ね。そうですよ、はい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 、もう新庄さんがもうメインで活躍してる時代を一番よく見てたんで、野球は阪神いつになったら勝てるんかなみたいなね。なんか野球って見れないんですよね僕ね、なんか知らんけどなんかこう長いじゃないですかいやまだ短いですって野球は。でも結構やるやん、9回裏までやるわけでしょ。まあでも確かになんかその時間で区切ってないですもんね、うん、だってサッカーだったら時間で区切るじゃないですか、うん、でサッカーも長いわあれ。私サッカーが見れないです。だって1点入れるまで何分かかってんねんみたいな話じゃないですか、うん、で野球はまだどっちかというと点取り合戦で守ると攻めが分かりやすいんですけど、サッカーってもう守る攻めもややこしいし、うん、オフサイドって何みたいな。だから選手自体はすごい、だからチームより選手ですね、うんうん。でもあの我が地元にスーパースターいてますから、ね、選手メジャーリーガー、ちょっとお母さんとお付き合いをさせてつけて、はいはい、あのその恋愛じゃないいや誰が聞いたかでそう思うからちょこっとね、お仕事ではまあまあねちょこっとお付き合いあるんですけども、はいはいはい、ちょっと名前は伏せますけど、うんうんうん、とあるねスーパースターがいるんです、ね、実は地元に、はい、でバスとか寄付しまくってるしさすがですよね、すごいなと、ね、そういう人は見てますけどね。そのチームがね、もう野球は長い、野球サッカー長い、でもバレーボール見れんねんないや私逆に、ね、バレーボールが見れない、男子見られへん。でも女子バレーボールって可愛いじゃないですか。なんかそういう視点でしょ、見方が。じゃあそういう視点大事じゃねんって。我々の YouTube と一緒や、そういう視点から入って、あバレーボールすごいなって面白が出るかもしれないやないか。でもね、女子バレーでもあと面白いのはラリーが続くっていうのが面白い。まあまあ男子早いっすよ、一瞬で終わるでしょ、まあまあダボーンみたいな、あもう終わったみたいな、ね、女子 の、 あのラリーが続く瞬間はちょっと面白い。でもバレーボールは私見れへんですわ。バレーボールは見れへん、展開が早すぎて追いつかないんですよ。ああ終わった、あ終わった、あみたいな、忙しいんですよ、なんせ。はいはいはい、だからあの木村沙織さんとか現役の時めっちゃ見てましたもん。あの時めっちゃ人気ありましたね。人気ある、木村沙織さん、なんか今どこで店やってるらしいですけど。私あの栗原さんがおった時が一番よく見てました。その多分、木村沙織さんの一個前の世代の時によう見てたんで。スポーツ観戦はちょっとね、私ちょっと展開が若干ゆっくりな方が好きですね、うん、僕は格闘技の方が好きですけど3分グラウンド分かりやすいやん、3分グラウンド、うん、そういうパッパッとパッと倒されるって分かりやすいやつ。絶対フルマラソンとか見れへんでしょ、 42.195 キロひたすら見るみたいな、うんうん、私もそれ一番ね、マラソン見るのが一番好きなんですよ。
走ってるだけで何が楽しいのって、いやドラマがあるんですよいう話でね。42.195km のこのなんかこう20km 地点のこのなんかこう展開の仕方とか、もう 35km 過ぎたら忙しいですよ。もう どうなのみたいな感じで。ねえわ。まあ俺性格の違いや言うですね。まあ、あの鳥ストーリーさんの鳥の話からだいぶそれましたか。はい、だいぶそれましたか、はい。視聴者投稿でございました。はい、ありがとうございます。はい、ではくだらない話10分トーク、さあ10分で収まれへんと思いますけども、ちょっとダラダラと今日は喋っていこうかなと思って、取り留めもなく喋っていきます。オリンピック、はい、今話題の見ますか見ませんかっていう話なんですけども、はい、まあ見るけどっていうのはあるんですけど、そもそもやんのっていうところに。いやでも私ね、やると思うんですよ。まあやるでしょうね、あんだけ西やったら。もう金儲てるからな、うん、やらなきゃないもんな。もうあのやる程度も橋本さんも言うたでしょ、うん、ね、頑張りますと。あーはーはー。でも今日朝ね、あの、うん、スッキリを見とったんですけど、ほうほう、うん、あのオリンピックやるときって記録映画を一緒に作るらしいんですけど、うん、その記録映画を担当してる、うん、そのカンヌ映画祭で賞を取った、うんうん、名前何やったっけな、奈良県出身の女の人の映画監督の方が今日出演してて、まあ、オリンピックについてこう語ってたんですけども、うん、はい、まあ、正直なんかこういろんな感情をなんかこう全部まじゃこじゃにしてオリンピックにつなげて批判するのはまた違うんじゃないかっていう話をされてたんですよね。あ、オリンピックとそのなんていうか、オリンピック その組織委員会のスタンスとしては、うん、アスリートファーストで、うん、あのまあ、物事を考えてますと、うんうん、まあ、アスリートのための祭典みたいなものなんで、うん、はい、オリンピックって、はい、なんで、まあ、それを感染対策がうんぬんっていうのを、うん、まあIOC なり JOC をもう袋叩きにするのはまあ筋違いではないかと。あ、まあ JOC IOC は関係ないですよ、うんうん、あの結局日本政府がどうするか決めるだけの話で、だから日本政府がもう頼むやらせてくださいって言っちゃえばそれでしまいなんですけど、うんうん、なんでそこをなんかこう、まあ、政府も批判するのはするんですけど、オリンピック開催しますって言ってるその組織委員会もどないやねんっていうような批判はちょっとお門違いですよっていう話をしてて、まあ、確かにそうやなって思って話聞いてたんですけど、うんうん、まあ、でも実際そのなんかこう選手も撮ってるわけじゃないですか、記録映画なんで、うんうん、間近 で、うん、でやっぱりその思いを考えたら、うん、もう個人の考えとしてはぜひともやってほしいと、うん、うん、もうなんかそれに言ったら人生かけてるわけじゃないですか、あれ、うん、こうアスリートってみんな、まあ、特定のスポーツはまた違いますよ。サッカーとかだったらワールドカップが一番、うん、まあ、上だったり、テニスだったら四大大会が一番上だったりとかするんですけど、うん、ほとんどの競技の人がもうそれのために生きてきたと言っても過言ではないぐらい千百ほどの練習してるわけじゃないですか、みんな。それが難しいな。だからそれ、うん、そのオリンピック選手だけじゃあそれを認めるのかというと、またこれが難しくなってきて、じゃあ飲食店の人は頑張ってないのかっていう話になるし、うんうん、飲食店ももう言うたらね、あのお金なくて死にかけてる人たちもいやいや、でもそれぐらいの人いてるから、じゃあどっちと釣り合いとんねんってなってくるしな。まあ、だからそこら辺をなんて言うんですかね、うん、こうもう腹くくったらええのに早くっていうところはあるんですよ、私自身。やるならやるで、じゃああのまあプラン A、プラン B、プラン C みたいな感じでいろんなパターンのことを考えて、どういうふうに対策すればいいのかっていうところまで考えた方がいいと思うんですよ。だって直前まで分からへんから、とりあえずあの決定先延ばししますってやったら、じゃあ1ヶ月そこいらで対策全部考えてできるんですかっていう話じゃないですか、言ったら。まあでもそれができたら、あの最初からコロナ対策もっと早いったよねって感じ。うん、それができへんからズルズルするんじゃない、そのちょっと見てみよう、ちょっと様子見てみよう、ちょっと様子見てみようっていうのをこの1年ちょっと続けてきたから、こうズルズルズルこんなことになってるっていうのは正直あるのはあるんでね。まあまあ僕は言いたくないですけどね、うん、まあ、我々ごときがあの決める側からしたら、いやもう外野でやいや言うなよお前らっていう風な立場ですよ、言ったら私たち。でもまあなんかね、この煮え切らへん感じ。まあやれば見ますけどね。いやでもリアルではもうチケット取れへんもんな。あ、でもな、あの実際会場に絶対行かないです。あのチケットね取るっていうよりかはもう持ってる人いてるんですよ。あのチケット
買ってるんで、うんうん、だって抽選あったでしょ。だってもうそれで金をもらっちゃってるわけやからな。で持ってる人はまだ返金ないっていう話は聞いてるんで、だからやるかどうかも分かってない状況で、返金もクソもあるかみたいな。あのチケットもでもなんかそのランダムにさ何個かだけ取れるやろと思ってバーってやった人が全部取れてしまったりとか、なんかぐちゃぐちゃになってるやろあれ、うん、結構なんかそういう不備はあったかなっていう、あるんですけど、スポーツの祭典ね、そのだから何が問題やねんって言ったら、国内でやるだけやったらええねんけども、その世界中の人が来て、じゃあそれでどうなんねんっていう話もあって、そのでじゃあその外国から来た人がワクチン日本で打たれへんとかあるじゃないですか、うん、なんかそういうのもなんかいろいろあったりとか、なんかその辺がねごちゃ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 としてて、なかなかこう揉めとるんじゃないのみたいな、感じではありますけどもね。みんながみんなこうオリンピックやるぞってなったら、やるぞってなったら、そんな金あるんやったら飲食で回せよとか言って1年ちょっとずっと休業して頑張ってんぞってなったり、そういう声も出てくるしっていう。でこれってもうなんかこっちの声とこっちの声を全部納得させることは俺不可能やと思って、いや無理だと思います。どういうふうにこれは消化していくってなると、あのどこで妥協できるかっていうところのポイントを見極めないと、みんながみんなハッピーっていうのが、うん、まあ無理じゃないですか。だってアクセルとブレーキ同時に踏むみたいなことなんで、その飲食も救いオリンピックもやるだなんて、うん、ただオリンピックをやるとしたらわざわざ7月にやらんでいいんちゃうのと俺は思ったけどな。だからもうちょっと時期なんかこうそこやねんな、そのなんか、いやでも正直ね、なぜ7月に行うかっていうのも、うん、もうね、前から言われてたやん、あの向こうの欧米圏の放映権の問題なんですよ。でなぜ秋にしないかって言ったら、アメリカスーパーボールとかあのがあるので、そっちの方に視聴者をあの置いときたいっていうのがあるんで、それをずらそうと思ったら7月が一番ベストなんですよ。だから日本 の, その東京でやるってなった時に、まず何が問題かって言ったら、7月クソ暑いがなみたいな、湿度も高いし、で一回それのそのなんだろう、まあ、なんかやってたか似たような環境で一回やってみましょうっていうのが、あのどっかドバイやったかな、うん、結構気温が高くて湿度も高い国で一、うんうん、回フルマラソンやりましょうって言ったら危険者続出やったんですよ、うん、でそれで東京でマラソン無理やから北海道でしましょうってそれでなったんですよね。でそもそもね、そんな話やった、そうですよ、そうですよ、その経緯があったんですよ。で、うん、前の東京オリンピックってなんでできたんかって言ったら、うん、あれね10月開催なんですよ、うん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 、体育の日ってあるでしょ10月とか、うんうんうん、あれってオリンピック開催日なんですよ。もともと秋口にやってたやつが、うん、あの欧米圏 の, その放送云々関係の利権で7月に変わってるっていうだけなんで、結局そこに従わなきゃいけないから7月にしかやれへんみたいなところがあるんですね。だからこれ難しくて、そのスポーツの祭典やねんけども、うん、そこに金のことがもうものすごい入ってるから、ね、そう大人の事情がありすぎて、結局そっち優先せざるを得なくなってくるっていうのは、ね、結局選手主体じゃなくて、うんうんうん、結局その金とかそういうのを優先せんとあかんくなってきてるっていうのがちょっと困ったところやなっていう感じ、ね、だからなんかこういろいろなんか選手も心置きなく競技ができるかって言ったら、いや自分たちだけ特別扱いされて、こういうふうなみんなが苦しんでる時にスポーツやるべきかどうかっていう思いを持ちながらしなきゃいけないわけじゃないですか、うん、言ったら10月ぐらいだったらちょうどいいと思うんですけどな俺な。だって去年も10月ぐらいちょっと落ち着いたじゃないですか言ったら、まあ、8月9月ぐらいが、うん、もう今ワクチンこんだけ打ってるから、ね、まあ、1000万人打ったでしょ、うん、で、まあ、これずっと落ち続けていくと、まあ、3分の1ぐらいまでいくんじゃないの、うん、3分の1ぐらいまでいったら下がるっていうのデータ出てんねんから、うん、だから10月ぐらいなんかええんちゃうかなと思うんですけど、それがうまいこといかへんねんなみんな、なかなかね、ゼニアゼニア言いやがっていろいろとね、わかるけど、なんかだからそう先金もらってる現象が起きてるから、まあ、なんかもう引くに引かれへんっていう状況なんでしょう ね、うん、そうね、やめますって言いたいけど言えへんねんみたいな、うん、なんかそこら辺の板挟みに、なんかもういろんな関係者がなってると思うんですよ。 あかんっていうの分かってんねん、でもねでもねできへんねんみたいな感じの状況がね、うん、そこら辺のフラストレーションがなんかすごい溜まってるなって、テレビ見ててもやっぱりその報道する側もみんなイライラしてるんですよね、うん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 、でそれがもう伝わってくるんで、なんかオリンピック開催することが悪だみたいなのがなんかこう風潮になってるのも、なんか池江さんかなんかのなんか辞退しろかなんか言われたよね。そうそう、あれはちょっとないよねっていうけど、もうなんちゅうことしとんねやみたいな話で、うん、それはまあ、うん、
なんかその、ね、だからあのじゃあでもねあの普通の人たちってその単純なんですよ考えて、うん、単純な人が多いんであまりその複数のことを難しく考えれないと思うんで、うん、もうそこをその一般の人に求めちゃダメなんやけど。ならちょっとそのもうちょっとその組織の方がうまいことを立ち回りしたらどうなんとは思うねんけど、基本的にその日本人って面白くてその敵を作るんですよ。これは悪い、これは正義だっていう考え方をするんですよ。はい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 。何でも、あの健康食品が良くてこの食品は悪いってみんなおかんとか言うやん。よう言いますね。全然そんなことないねんけど、なんかこれは悪者だみたいな、砂糖は悪者だって、いや砂糖が悪いわけちゃうやんって、食べ過ぎるから悪いんやろっていう、そういう話やねんけど、その食べ過ぎるから悪いっていうのは分かってないから、砂糖が悪いものだって思う。この現象って結構テレビと視聴者で起きたりするんやんな。はい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 。難しい話してる。でもね、なんかこうせっかくね楽しみにしてるオリンピックをみんながみんな複雑な思いで見る、複雑な思いでするっていう、うん、この状況すごく辛いなと思って、私すごい好きなんですよオリンピック見んの。あのだから別にあい、いや日本どこで作ったらええやん、もうオリンピックね、うん、俺そう思うけどな、勝手にやったらええね、うん。なんかそのだって来年に回したらもう来年はそのなんかもうなんちゅうの、再来年かにあれ北京があるでしょ。そう、北京の冬季オリンピックがあるんですよ、うん、でそれが詰まってるからできへんとかなって、はいはい、まあ、そんな勝手なことになってるわけで、うん、それもずらされへんのって、全部スライドできへんのと思うねんけど、そういう、うん、普通に考えたらそうだよ、うん、まあ、なんかでもなんかできへん理由があるんですよね。なんかできへんとか言うやんか、ね、みんながその、まあ、お金の絡みでもうお金払ってるからとか、そんなんやろ、うん、そなんか柔軟にそのスライドピッてポッポンってこうな、ところてんみたいにところでね、ピッてみたいなスライドしたらええんちゃうんって普通に思うんですけどね。でもね、それでやっぱ この今年の東京オリンピック云々でやっぱり北京の方にも影響があるっていうの、中国がもう必死、東京やれやれって、そう必死なんですよ、あそこのお国の方々がね、東京やれやれ言うてる、そう、もう私たちは東京オリンピック開催を支持しますみたいな感じの動きが結構活発化してるんで、うんうんうん、まあ、なんかもういろんな利権がね、もうなんかもうね、金です、銭ですわ。なんかその辺もうちょっと、だからそのもうなんかそのオリンピックっていうその組織自体があんまよろしくないんじゃないのと思うけど、だからまあこういう風なパンデミック普通に民間にすればいいじゃんと思うねんけど。そう、あの言ってました、民間の人たちが管理してるからこそうまくいくところってかなりあるらしくて、だからなんかその今日朝言ってたのが、まあ、観客を入れるかどうかっていうところの議論の時に、うん、今のところその、まあ、いろんなプロリーグあるじゃないですかスポーツで、そこであの半分の収容率クラスターが起こってないっていう実績があるから、うん、オリンピックも同じ基準で半分の観客を入れてってやるのはいけるんじゃないのかっていう話をしてた時に、どっかのコメンテーターの人が、いやそもそも民間の人たちが責任持ってやってるからあのこうやってうまくいってるわけだって、今回のオリンピックは政府も絡んでると、だからそういうふうな一筋縄ではいかない事情があるから同じ基準でやったら大丈夫ですっていうのは 100% 言えませんっていうようなことを言ってたんで、まあまあそうやったら民間に任せたらいいんちゃうんって私も思ってしまったんですよ、テレビ見てて。あのだからその格闘技で K-1 って流行ったでしょ、あれ全世界で流行ったでしょ、うんうん、あれって民間やんか、あの制度会館の石井館長が一人で立ち上げてさ、はい、まあ一人じゃないけど立ち上げて、あれ世界でああいう格闘技イベント興行できるようになったでしょ、うんうん、あの仕組みオリンピックに使ったらいいんちゃうと思って。まあそうですよ、なオリンピック O-1 グランプリちょっと待って、待って待って、 M-1 グランプリみたいなのやめよう、 O-1 グランプリはあかんもん、 O-1 グランプリ、 O-1 グランプリそれ作ってもう日本主催のこういうなんか総合スポーツイベントみたいなのを作っちゃえばいいんじゃん、民間でみたいな、お金出し合ってさ、どっかの企業さ、うん、で民間で作った方が多分そのめっちゃ動きやすいと思うけどな、なんかそれを世界の IOC やで日本の JOC や政府やってなるから、もうこれがぐちゃってなって、いろんなものが絡み合いすぎてね、なんかもうどこに許可取ったら一番ええねんみたいな状況になってるね。だって考えたら複合的スポーツの総合、いや総合スポーツのイベントなんで、別にその普通の興行と同じイメージでやれば何の難しいこともないと思うんですけどね、それを民間でやればね、いいんちゃうんと思うんだけどな、俺もずっとそれを思ってたんですよ、 K-1 みたいと今やったらライジンとか格闘技イベントとか、
格闘技ぐらいしかないんですけどね。でもそれを興行で成功してるって意外と格闘技ばかり、プロレスもそうやし、はいはいはい、なあ、そうやもんな、 K-1 とライジンとかそんなんやもんな、あとプライドとか、あ、プライドもあったな、うん、格闘技多いんですよ、そう興行でやってるの、はいはいはい、ただああいう格闘技の人たちがちょっと予定高で知恵出して、なんか総合スポーツイベントみたいなんでね、オーワングランプリ、それはあかんわ、オーワングランプリはダサいわ、もうオーワングランプリってやって会場だけさ借りてやりゃいいんじゃないと思うんだけど、まあほんまなんか民間でやってやる方がよっぽどかスムーズにこと進むよね、やっぱりってことが多いですよね。オリンピックとかって伝統ものって絶対そうなるんですよね、うんうん、もういろんなことがあるみたいで伝統ものは、でどっかで区切って改善していかんと、もう昔の伝統、まあ、まあ相撲でもそうなんですけど、だからもう今回のこの東京オリンピックでオリンピックのあり方っていうのを考えなあかんよねって思いますよね、うん、根本から。だって今までなんか戦争の時はまあもう中止ですっていうふうに言えるじゃないですか、もうあのどないもこないも、もう国自体がそんなんすかって、ね、今なんか誰が言ってたら戦時中扱いすれば中止は可能だってなんか言ってたな、うん、その、うん、IOC か誰かの人、うんうんうん、でも戦時中っていう扱いなかなか難しないです、うん、でもほぼそうやけどな。でもなんかこうみんながみんな明日死ぬかもしれへんっていうようなの状況に直面してるかって言ったら、まあでもコロナってね、そこまでかかったらほぼほぼ 8割の人が死にますっていう病気でもないので、これはさ、でも普通に考えてやで、来年やったらまあできるやんってなるやん、うん、不倫にして全部あと北京からないから全部それはしたらええやんと思うんだけど、だってそれはできへんやろなと思うよな。だからそういう風なシステムを作ったらいいんですよ。できないっていうしがらみを作るからできへんやろと思う。だから延期こうなったら、じゃあ次のこの年のオリンピックこういう風な形で押し出しますとかっていう、ね、多分そんな今年、ね、その俺中止っていうのは俺もあんま賛成じゃないね。そうやったら1年もう一回延期してよって思うねや。今、まあ、今年やめました、で来年延期しました、それで何が悪いのと。でもそっちの方が絶対安心していけるかなと思うよな。もうワクチン広まりました、はい、みんな安心して来てください、日本人も安心してやってください。まあ選手にしたらちょっと1年のあれってあるかもしれないですけども、でも今年やるよりは来年ちょっとずらしてやるとか、なんかその、うん、なんかもうその都度のこうなんかこううまいことできへんのかいと出た、もうなとりあえずなんかうまいことできへんのかい、ね、なんかうまいことええ感じにしてよって出た、ええ感じにして、そうよ、言うんですよ、ええ感じにして、ええ感じになったらええねんから、もうみんなでみんながええ感じになったらええんですよ。でもこのまんまやったらちょっともうみんながみんなちょっともやっとしたまんましなきゃいけないって、なんかもやもやするよね、で絶対にアスリートのパフォーマンスにも影響出てくると思うんですよ、そういうな精神面のところで、で、あと日本のその収束の状態によっては棄権するアーティストもいっぱい出てくるかなっていうのはあるんですけどね。いや、そんなそれね、だからもうね、いけませんっていう国も絶対出てきますし、うん、まあまあ、今のところ北朝鮮ですけど、うん、あれは何が原因かわかんないですけど、まあコロナかな、なんか、いやコロナが原因やと思います。だって持ち込んで広がったら、お国は大変なことになりますよ、うん、医療体制整ってないんで、そんなに言っても、そういうのもあるんで、危険する国とかも出てきてもしゃあないかなって、ね、なんかその状態でやってどうすんのかなとかも、ね、だからもう私ええ感じに頼みますすごい楽しみにしてたんで、まあ、もう忙しいです私、オリンピック中ってもう毎日何見よあれ見よこれ見よみたいな、もう結構見るんで私、だからもうその楽しみをオリンピックしながら生配信ええな、見ながら、うん、あのめっちゃ好きなんですよ私、あのヘッドホンにして、そうもうだからもうね、もうほんまに空手がめっちゃ見たかったんですよ、地味空手だって、あのこんなんやってるだけやで、あ、こんなん言ったいや全然ちゃうんですよ、しかもあの演武の方、肩、あれすごい迫力ですよ、空気切る音するんで、シュッシュッシュッシュ出してるだけやのに、あ、触れ声だとするいやでもほんまに動くたんびのあのほんま空気切る音なんですよ、シャ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 ってやってる時って、空手みたいって人ちょっと地味やな、でもほんまにあれね、すごいです、あれ芸術やなと思って、でやっぱり空手があの正式種目になるのこれで最初で最後やっていうふうにもうずっと言われてたんで、それだけは 見ときたいと思ったんで、絶対空手見ます私は
昔あの女子の砲丸投げとか見とったけど、あれすっごいな、女子の砲丸投げ、え、こんなんこれ女子ってもう相撲取りかいうぐらいのね、すごい体格の。女子の砲丸投げとかハンマー投げ、えげつないわと思いながら、声も伸びとるぞ、あー言うてあれすごいやるな。でもそこまでやらんとできへんねんな。もう言うたらその女性とかのホルモンバランスとか無視して体鍛えんと、はあ、すごいわと。ウェイトリフティングも見てみてください。女子の体いかついから、みんな首めっちゃ太いっすよ。それで思い出したけど、最近吉田沙保里さん可愛くなってきたでしょ。美しくなりましたよ ね、 あの方なんか現役バリバリの時すっげえ怖そうで強そうでみたいな感じだったんで、だんだんちょっと女子っぽくなってきましたね、吉田沙保里さんね。女子っぽくて、女子です、もともとそうやったそうやった、うん、なんか美しくなってますもんね。なんか最近あの僕ちょっとあの、ね、インスタとか見てるんですけど、うん、なんか綺麗になられましたね。そうそうそう、あ、やっぱりなんかこうもともとすごくこう乙女な性格されてると、うん、ので、ね、なんか今スポーツやってる時やっぱりこうね、アドレナリン全開ガーやってたんですけど、やっぱりその部分がもう封印されてしまったから、もう見れば見るほど顔変わったなと思って、最近ね、うん、変わりましたね、かなりね。多分そんなその当時ほど練習とかしないですから、うんうん、まあ、ある程度維持とか、うん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 、健康の維持するぐらいの運動はしてると思うんですけども、昔みたいに追い込むことは多分やってないでしょうからね。体の線もなんかこう細なってきてね、うん、本当になんかへえ、人ってここまで変われるもんなんやなって思いながら、うん、なんかちょっと最近可愛くなったなって、ね、吉田沙保里さんであの人よってね、バラエティ出るじゃないですか、関西の人ですからね。ね、いやー素敵やわ。全然関西弁あんまり聞かないですけどね、吉田沙保里さんってね。まあでも正直言ってね、もう関西にいてない時間の方がめっちゃ長いと思いますよ、うん、あの人なんか実家に帰った時はそうなるらしいですよ。うん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 、うん、なんか言ってましたけどね。なんかでも最近インスタで、あ、なんか吉田沙保里さん可愛いと思って見てました、僕は。お友達芸能人多いですしね、あの方ね、うん、ほんまに女優さんとかね、うん、だからそういう風に、あ、でも引退したらそうなっていくんかな。なんか柔道の誰だかな、柔道の名前忘れた、メダル取った子ね、もうすっごいいかつい女の、 あのアイスクリーム屋さんやってる人でしょ。あの元野獣や言われてた、そう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 、松本、あ、松本香織か、松本香織、あの銅メダル取った人でしょ、うん、そうそうそう、あの人も顔変わりましたよねしかもあのお母さんになってるでしょ今、うん、もうママの顔になってますもん。あの時のいかつい顔どこ行ったやろみたいな。いや、あのなんか面白いエピソードがあって、その金メダル取った時に福山雅治さんにあのハグしてもらったんかな、なんか、ほう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 、で、はい、それまで一切生理来てなかったのに福山雅治にはハグされたり急に来たって言ってた、なんかの番組でめっちゃ面白い。福山すげえすげえ言われとったで、急に女性ホルモンブワー出たいうことですね。らしいよ、そういうこともあんねんねっていうそれまで全然やっぱり来やへんね、大アスリートの人って。いや、そりゃそうでしょ、男性ホルモンバンバン出てる、うん、テストステロンですよね、それがあの福山雅治さんにハグされてプシャーってなったって、プシャーって言わないもん言ってました、本人が言っててもらってこうやっていや、でもね、女性アスリートってやっぱりみんな生理来ないと思います、体追い込んでるんで、うん、みんなね、やっぱりあの筋肉ウェイトトレーニングとかすると、うん、ね、男性化してくるんでね、そういうところホルモンバランスっていうのが、ね、あと皮下脂肪とかもなくなるし、いやだ皮下脂肪なくなって今度風邪ひきやすくなるしね。いや、私もフルマラソンやってる選手ほんまみんな買いじゃないですか。無理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 、一応俺もあの持久走はやっててんけど、うん、5キロぐらいは走っとってんけどちっちゃ5キロやで、ね、短ちっちゃそれぐらいしか無理やったな、うん、フルマラソンやってる方々は本当になんかあの命削って走ってはんやろうなって思っていつも見てます、うん、私ほんまにもう筋がもういろんなところの筋がカリッカリッ、でもあれあのまんまででも生活できる、ある程度脂肪ね戻さんとね、うん、女性ってやっぱりその結婚して子供問題とか考えてるんやったら、うんうんうんね、ある程度女性に戻した方がいいと思うんですけどね、どこかな、でもそういうアスリートってやっぱり大変やな、そんな、うん、あれでも生理止まるってでもどうなるんやろな、俺なんかそういう、あ、でも生理止まるとね、女性としての機能落ちますよ。私あの1年間丸々止まってた時期あったんですよあのストレスで痩せすぎて止まっちゃってないから楽やわと思って1年間放置してたんですけど、うん、
で母親があんた最近生理用ナプキン減らへんけど来とんって言われて、え1年来てへんよって言ったらもうなって無理やり病院連れてかされて、で病院で検査するじゃないですか。もうとりあえず痩せすぎによるもう生理止まってるやつで1年間も放置してるから、これ言うのちょっと申し訳ないけどあなた老人性喫煙かかってますって20歳の時に言われたんですよ。なんだそら。炎症こそん炎症じゃなくて生理が止まるっていうことは女性ホルモンの分泌が極端に減っているっていうことなんで、子宮系の機能が全部衰えるんですよ。で老人性膣炎っていうのは別名萎縮性膣炎っていうんで、まあ膣が縮むんですよね。だから閉経後の老人と同じ状態になってるっていうふうに言われて、これどうなるんですかって言ったら子供産めなくなるよっていうふうに言われて、女性ホルモン剤飲んで生理起こしたんですけど、やっぱりその子供を作る能力が衰えるんで、やっぱり定期的にそういうのがあるっていうのが必要なことやってめちゃくちゃ怒られました。そうやろな、産婦人科の先生に。自然ではそうなってるわけやから、でも今はでもなんかいろんなそういうストレスとかでさ不妊症とかも多いですからね。多いですよ。な毎月ある人っていう数も減ってきてるんで、なんやったら半年に一遍しか来ないっていう人もいてたりするんでね。みんなで福山雅治さんにハグされる。ほんまですね。もうどんだけ薬飲むよりも効くかもしれない。ほんまですね。ほんまに。ほんまやわ。福山雅治で。福山雅治療法。そうそうそう。ええわ。もうだって薬しんどいですもん、女性ホルモンの薬。いやでも意外とそんなもんなんかもしれないですよね。その気の持ちようっていうか気がそっちに行った瞬間にそうなるんかもしれないけど。やっぱりね女子としての なんていうんですかね、もうこうメスの本能を思い起こさせたら急に体の機能パーン戻るってこと絶対あると思うんで。もうほんま私もね、ちょ顎に太い毛生え出してるんで、ね、ちょっと男性ホルモンの毛がちょっと多くなってきてるんですよ最近ね。もうこんな感じなんでね、もう太い毛、ね、ヒゲ脱毛しようかな。急にでもそんなめんどくさいやろヒゲって。まあまあでもそれ、ね、生えてくるし、また夕方になったら、うん、もう脱毛したらいいけどな。まあまあ痛いっすよ。痛い、嫌やな、痛いの嫌や。太い輪ゴムで毎回パチーンされてるような感じなんで、痛いよでも男ってそんなホルモンのさその悩みってそうないあんまり崩れないですもんね。崩れないっていうか、いや崩れはすんねんけども、うん、そこまで深刻なんてないやん、その現れるっていうのは、うん、ハゲるとか、うん、ハゲのホルモンじゃないからあれ、うん、なんやろな。まあでも勢力減退っていうのはあるかな。まあでもそれこれはね最近俺分かるようになって、勢力減退。勢力減退、ほんまこれ分かるよな。45になったら分かるなこれな。でもね、勢力減退って別になんか生活に支障を来すレベルかって言ったらそうでもないでしょ。うん、まああった方が支障を来すわな、どっちか言うと。うん、でしょでしょ。女性の場合はなんか不定愁訴って言って、うん、なんかもうすごいなんかそわそわするとか、なんか急に落ち込むとか、うん、そういうなんか気分のムラが結構激しくなるっていうのがあるんで、うん、ホルモンバランスで、うんうんうん、だから生理の時にすげえ性格変わる人とかいるでしょ。いてるいてる、きつい人とか急にもうキキキキキキってなっちゃう。急に切れたりとかね、うん、急に泣いたりとかね。もう卵を産んだインコみたいな感じの卵を産んだインコで、卵を産んだメスインコめっちゃ怖いからもうそのカゴの中手入れたらグーッ変わんできよう。まあ、ある意味卵を産んだ人間なんで、うん、生理中って卵を産んだ結果でビャッて出るんだよね、ピャッチがね、うん、だからやっぱり女性の方が大変ですよ、いろいろと、ほんまに。男性はまあ、そまいになんか支障は出ないですからね。でも男性も更年期あるらしいですよ、最近。なんか言いますよね。男性の更年期、急になんか鬱みたいになるみたいなね。鬱っていうのは分かれへんねん。あ、なってたんやろうけどな、その、うん、若い時は。はい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 、はい、けど体の調子崩しちゃった時ですね。今はね、分かんない。どっちかというと打つってそう打つってあるやんか、そうと打つとさ、はいはいはい、もうなんかこうテンション高い時と低い時みたいなね、うん、はい、俺ずっと高いねずっとはいあのね、アカシアさんま状態なんかな多分。これね、家帰っててもそんなよ、家帰っててもあ、もうこれ編集して YouTube 撮って編集してから、あ、もうこれ最低のみたいな、うわーみたいな感じですごいのよ、家でもずっと頭がこう動いちゃってるから
忙しいですね。忙しいんですよ、ね、であんまりその打ち込むっていうことがないんですよね。だからもう朝起きても元気やん俺。朝早起きてもさ、さあ今日は何しようみたいな感じで、もう一番私がうっとうしいわって思う人、朝からテンション高い人、朝テンション高い、もう静かにしてみたいな、ほらほら朝日昇ってんね、見に行けへんのかいなってもう寝ますみたいな、無理無理無理、もう血圧低いからそもそも頭起きるまで時間かかるんです、そういう話で、多分ね、ずっと高い状、まあそこまで高いわけじゃないけど、うん、そのテンション的にはずっと高い位置で、常に維持してる感じやな。時々私がしんどいと思うぐらいなんかパケーってして喋るからな、もうなんかもうちょっと静かにしてください、ちょっと私ちょっと休みたいですみたいな、テンションが下がるっていうことはまずあんまないんで見たことないやろ俺がテンション下がってるやつって、なんかもうね飲みながらこのチンってなって見たことないですもんね、うんうん、常にこうギンギンしてる、うんうん、別にそのね下はギンギンしてないですけど頭はギンギンしてるね、ずっと目こんな感じなのね、うん、みたいな、だから家帰ってそのパソコンの画面でネット見るとかもすごいもんだって、もうブワーッ一気に情報量処理するから、タブでこうバー開いてこれ見ながらあれ見ながらってやっちゃうから、あもう私無理ですわ、すごいね覚醒の仕方が、無理ですわ、もう私はもう家帰ったら、でも寝るとき10時間12時間寝るのよ寝たらその分ね、もうわーって働かしてるから休ませる、ね、睡眠です、あのそこを休んでるっていうねそういうんかもしれんけどな、うん、まあまあ人それぞれね、それもあってこの YouTube ができてるのかもしれないです、なんかその、うん、変なテンションがあるから、うん、変なテンション落ち込まないね、うん、うん、それはいいことだと思います、はい、話超いろいろ飛躍しましたけれども、飛躍しましたけど、オリンピックからやったっけ、はい、あのくだらない10分トークが今ね統計みたいにくだらない30分トークになりましたもうええわもうええわもうええですわもうええわと思うのに、もうええわもうええわ漫才ちゃうねんからありがとうございましたということでくだらない10分トークでございました、はい、ありがとうございます、はい、エンディングでございます、はい、はい、今日はちょっとダラダラめに喋りましたけど、はい、13回目のオールナイト関西のエンディングでなります、13回やりましたね、はい、やりましたね、あ、これ言うの忘れた、縁も竹縄でございます言うの忘れてた一応言わなあかんねんな、それな、はい、一応言うときましょう、もうこれで私はもうこの番組終わりっていう気持ちに持っていくんで今日はね、いつもの、 あの大阪丸ビルっていうね、そうですね、大阪第一ホテルっていうところで、はい、ここ安いんですよね、6時間借りて3000円で借りてるんで、ね、1時間500円で借りてるんですよ、うん、だから普通にあのなんかスタジオの小売人練習より安いからここで撮るんですけど、ね、うんうんうん、もうだって YouTube 経費削減削減でございますから、もうほんまにほんまにもうでも、ま、我々クラスでもこうやって外で撮ってるのって意外と珍しいみたいで、みんな大体家とかで、あ、そうなんですか、家とかカラオケボックス多いよね、カラオケボックス1回撮ったことあるんですけど、うん、撮ってもなんかもうかったですよ、ね、うるさいしもうなんか気に入らんって言って、ね、集中できひんと思って、うん、我々はやっぱホテルが一番やりやすい、ね、落ち着いてできます、ね、だからレンタルスペースも時たま借りんねんけど、ホテルってこうゴミ置いていけんねん、ゴミ捨ての心配せんでよろしいっていうところ、ね、そこが楽やなっていうのがあって、そこがね慣れてしまうともうなんかもうゴミ捨てんのめんどくさいからやっぱホテルにしましょうってなりますもんね、うんうん、まあね、まあやらしいですけどね2人でホテルとか聞こえはやらしいやな、ホテルっていうか なんかもうね、なんなんそのホテルってなんであんなやらしく聞こえるの思わへん、別に普通やんそれね、個人の価値観の問題ちゃいます、なんかホテルって言ったらみんなやらしく思わへん、思ってたでしょ、でも視聴者の方、いや私思わないです、そう絶対なんかコメントでください、うん、いや私もそら卑猥や言うたらもうラブホっていうワードが一番卑猥や思ってるんで、ホテルは普通に旅行とか行ってホテル帰ろうとか言うじゃないですか、ラブホもでも一緒やもんな、でも内容としてはな、別普通のホテルをちょっと、まあ、言わんとくわダメ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 です、ちょっとあれしただけどホテルをみたいななんですけどもね、まあでも楽なんでね、ホテルも景色いいですし、ちょっとそのなんか変にこうなんかカラオケボックスみたいな空間やとちょっとやむでしょあれねなんかね密室感がすごいんすよ、なんか閉じ込められてなんかやっとるみたいなね、スタジオも嫌いなんですよ実は、あでもあれもね
閉じ込められてる感。音楽スタジオって音楽やってんのに音楽スタジオ嫌いなんですよ ね空気悪いんですよ音楽スタジオって。空気悪いのと、ね、あとなんかちょっと臭いでしょ、うん、妙な匂いする。あれ なんやろ。臭いのとやっぱり地下とかが多いから、うん、もう閉鎖感満載で、もうほんまなんか息苦しいってなるんですよ。なってで狭いところでガンガン音鳴らさなあかんしな、ねね、ってなってくるしね。まあ、あの場合によっては広いところとかもあるんで、まあ、それも若干やりやすいですけどね、うん、やっぱり広いところはね、うんうん、まあね、うん、でもなんかあのスタジオってね飲み食いできへんのね。なんかこう、まあペットボトルしか上がらず、なんか食いたいなとか、ね、うん、なんか食べながら飲みながらなんかしながらみたいな、外でなみたいな感じになったりとか、ね、ちょっとややこしいな、うん、なかなかそう自分で作るしかないんか、そういう YouTube ハウス YouTube ハウスな、頑張って作りましょう。スタジオとかできたらええやろな、ね、頑張って作りましょう。もうまあいつの話になるか分かりへん、はい、いずれは頑張りましょう。いずれはできるように、はいはい、ということで、ね、オールナイト関西13回目です、はい、これにて終了したいと思いますが、来週もまたね金曜日見ていただければと思います、はい、ちょっと今日はあの長々とねだらだと喋りましたけど、はい、来週はまた投稿とか読んでいこうかなと思っております。はい、はいはい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方と、また来週金曜日夜の11時にお会いいたしましょう、はい、ではではではまた来週ありがとうございます。ゆっくりした曲続きましたんでね、ロックみたいな感じの元気な曲をやろうかなと思います。このアコースティックギターとベースだけでロック調でちょっとやってみましょう。なかなかない組み合わせですけどね、はい、ということで、曲名がね君のグロリーデイズと言いまして、まあ一言では応援歌ですね。週半ばあと2日ほど仕事あると思います。これを聞いて、はい、あと2日乗り切っていただければなと思いますので、ぜひぜひ聴いてください。では行きましょう。